どうしたの？そんなところで叫んだりして。ただいま。久しぶり。ありがとう、プロデューサー。いただくわね。あなたもペットボトルもこんなに汗をかいているなんて。この辺りにはもう夏が来ているみたい。ええ、そうね。泊まりがけの撮影って聞いてどんなところか楽しみにしていたけれど、台本をいただいた時に想像した通りのロケーションだわ。ええ、ありがとうございます。ねえ、プロデューサー。プロデューサーも今回の役、私にぴったりだと思う？ええ、ありがとう。あら、まだ撮影が始まったばかりなのに。ええ、そうね。そうよね。どんな風になるのか本当に楽しみだわ。いい映像になるように頑張らないとね。そうね、今回みたいなお芝居は今まであまりやってこなかったから、そういう意味では新しい私を見せられるかもしれない。だけど演技をしている有栖川夏葉としてじゃなく、ちゃんとこの映画の世界にいる人物として見てもらえるようにしないといけないと思うの。だからきっと私の方からぴったり重ならないといけないのよね。そうよね、大丈夫よ。そのために演技のレッスンだってしてきたし、私としてじゃなく
作品を見てもらえるように期待以上のものを作らないとね。すごいわね。どこを歩いていても緑が見える。いいの？この辺りを見て回りたかったのよ。そうやってリフレッシュするのだって立派な休憩になるわ。いいわね、そうしましょう。こんなに自然が豊かな場所ならカトレアも連れてきてあげたかったわ。きっととっても喜んで走り回ったのに。カトレア、元気にしているかしらね。ええ、だけど寂しがったりしていないかしら。そうかもしれないわね。カトレアとは実家にいた頃から上京した今までずっと一緒だもの。今回の映画、故郷だったり上京することがテーマだから、自分が上京してきた時のことを思い出すわ。さあ、早く自販機を探しましょう。あっちの方はどうかしら。ないわね。そうね、自販機もコンビニもどこにでもあるのが当たり前のように思っていたわ。あら、ねえプロデューサー、あそこに見えるのってただのお家かしら。ほら、あそこの。駄菓子屋さん？それなら早く行きましょう、プロデューサー。私、前から一度行ってみたかったの、駄菓子屋さん。ちょっとプロデューサー、いつまで笑っているの？だってこれ一つ60円ってプロデューサーもすごいと思わない？ええ、そうしましょう。それから練り飴と、他にも少し見ていってもいい？もうまたそうやって笑うんだから。え？ああ、そう。
大学を出てもここには戻らないって言ったの。卒業したら海外に行こうと思ってるから、もしかしたらもう戻らないかも。あんたはどうするの？この先もずっとここにいるの？違うでしょ？あんたはやりたいことも勇気もないから、そうやって人のせいにしてるだけ。やめなよ、そういうの。いいえ、そんなことないわ。ありがとう、付き合ってくれて。仕方ないわ。晴れたらまた撮影再開するんでしょ？そう、私はあとこのシーンだけだったのにね。お芝居ってやっぱり難しいわ。自分じゃない誰かになって、その子の考え方とか思いを理解して、セリフはもちろんだけど動きも心までその子にならなきゃいけない。それに例えばほら、さっき読んだところ、昨日の夜お父さんたちと喧嘩してたって。私は両親と喧嘩なんてほとんどしたことがないから、台本をもらって読んだ時どんな感じなのかしらって思ったのよ。もちろん映画やドラマでそういうシーンを見たことはあるし、想像はつくわよ。だけど、もし自分が本当にそうなった時、そんな気持ちになるのか。お芝居って、こんなにも自分が経験してきたことが糧になるのね。もちろん、両親と喧嘩をした方がいいっていうわけではないけれど、私はもっと、いろいろな経験を積まないといけないって考えさせられたわ。そうね、そう思うわ。すべてのことがつながって私を作ってくれているんだもの。だからきっともっといい私になっていけるはずよね。ええ、そうね。こうやって芸能の活動を通して、普通じゃ経験できないことをたくさん経験させてもらえているんだから、その経験をちゃんとこれからに生かしていかないといけないわ。ありがとう。こうやって支えてくれて応援してくれるプロデューサーがいるから、何にでも挑戦し続けられるんだと思うわ。ありがとうございます。演技をしている有栖川夏葉ではなく、その世界の一人になれるようにと思っていたので、そう言っていただけて
嬉しいです。現場でも役のイメージに合っていると言っていただけたのですが、私自身はあまりそうは思っていませんでした。はい、私は上京するにあたってもこうして芸能の活動をするにしても周りの方に応援していただくことが多く、あまり反対されたことはないんです。今回の役どころは両親の反対を受けても地元を飛び出して外へと向かう奔放な女性でしたが、自分自身にあまりそういった経験がなかったので演じるのがとても難しかったです。反対を受けること、両親や故郷への反抗心が彼女を強くし行動させているのだとしたら、私は逆に家族を含めファンの皆さんやスタッフの方々に応援していただけているということが私を強くしてくれているのではないかと思います。真逆ですが、それぞれの意志の強さがうまく重なったのかもしれません。あら、そうなの？でも書店にももうあったから、私も買ってきたわ。え？ありがとう。でも大丈夫よ。ええ、多分実家には3冊くらいあると思うから、載ってるもの全部3冊くらいは買っているから、もうさすがに置く場所がなくなってきたみたい。それも私のだけじゃなくて、放課後クライマックスガールズの全員分よ。ちょっとした資料庫ね。足りないバックナンバーがあれば取り寄せるわよ。インタビューでも言ったでしょ、応援してもらってるのよ、とっても。ええ、そうね。今回の役をやって改めてそう思ったわ。私のことを信じて当たり前に応援してくれる人がいること、とっても特別なことよね。もちろんその中にはプロデューサー、あなたもいてくれるでしょ。そうね、少し行き過ぎなところもあるけれど、でもとても心強いわ。だけどね、プロデューサー、あなたの応援だって同じくらいいつも頼もしく思ってるのよ。そうね。ええ、だから私にとってとても大切なの、家族もあなたもね。何が取れたの？
キッチンで紅茶を入れていたの。プロデューサーの分もあるわよ。だけど、どうしてそんなに驚いたの？なんだか怪しいわね。何か隠し事でもしているのかしら？これ、映画の予約サイトじゃない？もしかしてこの2枚のうちの1枚は私の分かしら？あら、私の予定なんてプロデューサーの方がよく知っていると思うけど。もちろんご一緒させていただくわ。ありがとう。だけどね、プロデューサー、2枚じゃないのよ。実は私も買っていたの、特典付き前売り券。だから全部でチケットは4枚あるわ。ええ、同じことを考えていたみたいね、私たち。いいわ、今日はプロデューサーが取ってくれたチケットを使って、その次は私の前売り券を使いましょう。試写を合わせればもっと見ているじゃない。でもいい作品は何度見たっていいのよ。もしかしたら4枚じゃ足りないかもしれないわ。そうね、でも私には優秀なプロデューサーがいるから、スケジュール管理はバッチリよ。